ランフォリンクスは、ジュラギに生息していた、長尾型翼竜の一族である。同時代に生存していたプテロダクティルスをはじめとする、尾の短い翼指竜暗黙の翼竜と比べると、特殊化の度合いが低く、人体で強化された長い尾を持ち、その先端には、特徴的な菱形の尾翼があった。ランフォリンクスの上下顎には、針のような歯が前方を向いて並び、 葉のない噴管が鋭く沿って、くちばしのようになっていることと合わせて、主な植生は魚食だったことが示唆される。実際にも、魚類や、陶足類の以外は、ランフォリンクスのいない用物や、クソ石から、たびたび発見されている。おそらくは、ランフォリンクスのものであろうと推測される。部分的骨格は、イングランド、タンザニア、スペインなどで発見されているが、最も保存の良い標本は、 ドイツ・バイエルン州のゾルンホーフェン石灰岩から産する。ゾルンホーフェン標本では骨格だけでなく翼膜のような軟組織の印象まで保存されている例は少なくない。ランフォリンクスのものだと思われる葉はポルトガルからも見つかっている。これまでで最大の標本はラムフォリンクス・ムアンステリーの標本で全長1.26メートル、翼海長1.81メートルである。 1927年の抑流研究者、フェルディナント・ブロイリの報告に反して、ランフォリンクスには同時代の小型翼指流暗黙のいくつかの種が持っていたようなとさかは存在しなかった。ブロイリは、ランフォリンクス標本の一つに、取り巻くボガンの印象と数変の景観自体の破片を証拠として、 頭蓋骨のほぼ全長にわたって走る高さ2ミリメートルほどの薄い骨質の塗坂があったと主張した。しかしながら、その後、ペーター・ベルンホーファーが1975年に、クリストファー・ベネットが2002年にそれぞれその標本に、対して、可視光線、紫外線を用いて、調査を行ったが、どちらも、警官の痕跡は発見できず、両者ともブロイリーは誤認したのだと結論している。 景観と思われたものは単に保存作業の際の人工的な痕跡であった。ランフォリンクスの歯は顎が閉じられた時にはお互いに噛み合うようになっており、魚食性であったことが示唆される。上顎に20本、下顎に14本の歯があった。1863年に描かれた最古のランフォリンクスの復元図の一つ。図に示された足跡は現在では、 カブトガニのものだったことが判明している。ビクトリア朝の頃から知られている翼流の多くの種と同じくランフォリンクスの分類は複雑であり、同一の種に様々な名前が与えられた上での再分類の長い歴史がある。ランフォリンクスの最初の命名された標本は1825年に収集家のゲオルクツーミュンスターによって、 サームエル・トーマス・フォン・ゼメリンクのもとにもたらされたものである。ゼメリンクはその標本は古代の鳥類のものであると結論づけた。標本の保全作業が進み、葉の存在が明らかになると、ミュンスターはその異形複製をゲオルク・アウグスとゴルトフスに送った。ゴルトフスはそれを抑留だと判断した。19世紀中頃に記載されたほとんどの抑留と同じように、 もともとランフォーリンクスは、プテロダクティルスの一種とされていた。しかし当時、少なからぬ科学者がオーナサセファラスという名の方が、テロダクトラスよりも有効な名前であると誤認していた。そのためこのランフォリンクス標本は、オーナサセファラス・マンステリという名で元気載された。これが最初に言及されたのは、ミュンスター自身の1830年の論文中でのことである。しかし、 その名称を有効なものにするゴルトフスヌキ細文は1831年になってからミュンスター自身の1830年の短法を補足する形で発表された。後に動物命名報告再審議会はのようなラテンアルファベットの特殊な用法は学名においては使用できないと定めたので1888年にリチャード・ライデッカーによってマンステルという綴りは ムアンステリと修正された。1839年、ミュンスターは、オーナサセファラスに属すると考えられる、別の種を記載した。その種は長いを持つことが特徴であった。彼は、その種を短いを持つ標本と区別するため、長いを意味する種相名を付けて、オーナサセファラス・ロンジェコーダスと命名した。1845年、 ヘルマン・フォンマイヤーは、オーナサセファラス・マンステリという元気祭名を、テロダクトラス・マンステリに正式に修正した。これはその頃までに、テロダクトラスが、オーナサセファラスに対して優先権を持つと、みなされるようになったためである。引き続き1846年に書かれた、長い王を持つ、抑主流の新種についての論文において、 ボンマイヤーは、長尾型テロダクトラスは別のア族を設けるほど、十分に、単尾型テロダクトラスと異なると結論し、収集家のカール・エミング・フォン・ジェイミング所有の標本を、元にした自分の新種に、テロダクトラス原民儀と命名した。後に、ジェイミングはこの標本を、ハールレムのタラースミュージアムに3 0 0ギルダーで、売却した。1847年までに、 フォンマイヤーはラムフォリンクスをア族から族に昇格させ、その族には、その当時知られていた、長尾型テロダクトラスの2種、すなわち R ロンジェコーダスと R 原民ギの両方が含まれていた。ラムフォリンクス族の模式種は R ロンジェコーダスであり、その模式標本もタラースミュージアムに売却され、TM6924 という番号を付けられて、現在もそこにある。 最初に名付けられた種であるテロダクトラスマンスターはまだ、プテロダクティルス族に入れられたままだったが、1861年のリチャード・オーウェーンによる著作の中で再評価が行われ、その中でラムフォリンクスマンステリとして再命名された。ミュンスターとコルドフスによって記載された R ・マンステリの無色標本は、第二次世界大戦中に失われてしまった。 本来の模式標本が失われる、またはあまりに保存状態がひどすぎるとみなされる場合、もし入手可能ならば、新しい標本、または新模式標本が模式標本として指定される。ベルンホファーは1975年のこの属に関する論評の中で、元々の模式標本から作られた、精密な絵型模型が数多く博物館に使用可能な形で残されているため、 新模式標本の指定に対して否定的な見解を示した。そのような模型はプラストタイプと呼ばれる。1990年代までにそれ以前に名付けられた多くの名前をベルンホファーが整理し、ゾルンホーフェン石灰岩山ランフォーリンクスにはおよそ5つの種が認められ、アフリカスペインイギリス産の部分的な化石に対して2から3種の名前が付けられていた。 ゾルンホーフェン標本のほとんどはその相対的な大きさとサイズに依存する特徴によって識別が可能である。頭蓋骨復元図1995年、クリス・ベネットが当時認められていたドイツ産の種に関する広範な総論を出版した。ベネットは別々の種とされていたすべてのドイツ産種は、実際には単一の種あるムアンステリの異なる年齢段階であり、小型の種は、 幼年個体で、大型種は成熟個体と成長の度合いを反映しているのだ、と結論した。ベネットの論文は、アフリカ産やイギリス産の種を考慮に入れていないが、ベネットはそれらの種は、ランフォリンクス属そのものとする必要はなく、あくまでランフォリンクス化の構成種であると考えるべきだとしている。属の構成種は一種にまで減少したが、模式種は、アール・ロンジェコーダスのままである。 下記のランフォリクス科の系統樹は、アンドレスメイヤーズの系統分析の結果に従っている。美翼も保存された標本。ロイヤル・オンタリオ博物館伝統的に、ランフォリンクスに見られる大きさの変異は種の違いを表すと受け止められていた。しかし1995年の論文で、ベネットはこれらの種は、実際には一つの種ラムフォリンクスムアンステリの孵化。 下ばかりの妖体から生体までの年齢段階を表していると主張した。この解釈により、ベネットはアールムアンステリに起こるいくつかの重要な変化はこの動物の成長に従って起こるものだとした。若いランフォーリンクス個体は相対的に短い頭蓋骨と大きな眼下を持ち、両角の葉のない口ばしのような先端部は生体より若年個体で短く、 丸くて鈍い化学先端は成長に従ってだんだん細く鋭くなっていく。生体のランフォリンクスはまた化学先端に上向きの強力な針を発達させる。葉の数は葉体から生体になっても変化しないが、葉の形は相対的に短くずんぐりとなっていき、おそらくより大きく強力ないものに適応して変化するのだと考えられている。 腰帯と肩帯体は成長するに従って融合していき、腰帯の融合は生後1年で完了する。尾端の骨翼の形状もランフォーリンクスの成長段階に伴って変化する。幼年個体では尾翼青に対して幅が狭くお,およそ楕円か医療用メスの葉のような形をしている。成長するに従い尾翼は皮脂型に最大の大きさにまで達すると、 最終的に三角形になる。R- インテルメディウスの標本。小型種でおそらくは、R- ムアンステリの幼体今まで見つかったランフォリンクスの最小個体は、翼階長が2 9 0ト、mm、ルしかないが、そのような小型個体でも飛行できたと考えられる。ベネットは、負荷についての2つの可能性を調査した。つまり彼らが、巣立ちまでのある、 期間親の保護が必要な晩生性の場合と十分な大きさと飛行能力を持ってから帰る創生性の場合である。もし創生性であるならば産卵数は少なく相対的に大型のヒナが生まれることの総裁として1回に月わずか1個か2個の卵しか生まなかっただろうとベネットは考えた。ベネットはどちらの可能性が妥当かについては結論を出さなかったが 非常によく国家した翼竜の肺の発見は、翼竜は一般的に創生性で、不可護最小限の育数で飛行したであろうことが示唆される。この理論は、はじめに急速な成長を行いその後、長い間成長の期間が続くという組織学上の研究から疑義が出されている。アール・ムアンステリの展示。ミラノ市立自然史博物館ベネットによりランフォーリンクス。 の標本がそれぞれの年齢段階に分けられたことで1例標本と2例標本と比較することにより1年間での成長率を推測できるようになった。ランフォリンクスの初年の成長率の平均は130%から170%であり、アリゲーターの成長率よりわずかに早い。成長速度はおそらく性的成熟の後に大きく低下し、 最大サイズにまで成長するには3年以上かかったであろう。この成長率は、プテラノドンのような大型翼指流類の成長率に比べれば非常に遅い。プテラノドンは、生まれたその年のうちに生体と同じようなサイズになったと考えられている。さらに、翼指流類は、ある大きさに達すると成長が停止する、有限成長をしていた。 前述のランフォリンクス化における急速成長の推定は活動的な飛行を維持するために高温性を持っていたという推定に基づいている。現在の鳥類やコウモリ類のような高温動物は通常生体サイズまでの急速な成長とそれ以上の大きさにはならない有限成長を行う。ランフォリンクスにはそのどちらの証拠もないためベネットは 自らの発見が変温性の代謝を表すことと矛盾しないと考えているが、さらに多くの研究が必要だともしている。変温動物としてのランフォーリンクスは、現代の爬虫類のように、太陽の下で日光浴をしたり、飛行の度に十分なエネルギーを蓄積するため筋肉を働かせたり、活動しない時には、エネルギーの節約のためが気音と、 同じにまで体温が低下したりしていたであろうと、ベネットは推測している。ランフォリンクスは、しばしば飛行性の魚食動物として描写されるが、最近の研究では彼らは、現在の水鳥の多くと同じように泳いで、採事していたのではないかと推測されている。数種のプテラのドン類のように、彼らは長長型の三角筋量、短い体幹、短いヤと足を持ち、これらの特徴は、 翼流類における水面からの離水と関連付けられている。その測定部は広くて大きく、水を蹴るのに適しており、予想される浮遊姿勢は翼流の標準として適している。この属の非常に状態の良い化石が多数見つかる理由がより保存がされやすい場所にいたためだとして、この動物の遊泳能力によって説明されるかもしれない。 家庭国とペーター、ベルンホファーの両者はそれぞれ、ラムフォリンクス・ムアンステリの生態に、頸部、翼、腰の割合や頭骨と上腕骨の顕著な、比率において区別可能な2つの異なったグループが存在することを認めた。両研究者ともこの2つのグループの標本はおよそ1、1の割合で見つかることから、これが性別によるものであると解釈した。 ベネットは統計分析を用いて、ランフォリンクスにおける性的負担なりを調査し、標本が実際に頭の小さいグループと頭の大きいグループからなることを発見した。しかし、骨や軟組織における実際の形態に変異が認められていないことから、ベネットはこれが性的負担なりかどうかについて確定的ではないとしている。ジョン・コンウェイによる復元2003年。 ローレンス・イトマー率いる研究グループは、化石頭蓋に CT スキャンをかけて復元した頭蓋空のうち、形を姿を用いて、ラムフォリンクス・マンスターを含む数種の抑竜の脳についての解剖学的研究を行った。原生動物との比較から、飛行中の頭部の方向や翼膜の筋肉との協調などを含む様々な抑竜の身体的特質を推定することができた。 ビットマー等は平行感覚を司る内耳が収まっている骨迷路の方向からランフォリンクスは頭部を地面と平行に維持していたことを明らかにした。それとは対照的にアンハングエラなどの翼指流類は飛行中、地上姿勢の両方で頭部を下方に向けるのが普通だったことがわかっている。ランフォリンクスと原生鳥類と原生爬虫類の胸膜輪の比較から 彼らが夜行性で原生の夜行性海鳥と同じような生活を送っていたのではないかという説が提唱されている。これは中高生だと推定されている同時代の他の浴流との日地文化を示している可能性がある。標本番号 WDCCSG255 の化石標本。陰頭にレプターレパゲスを捕らえたランフォーリンクスがアスパデリンカスに捕まっている。 ランフォリンクスがコーリン魚の一種、アスパデリンカスと関わりを持った形で化石化した、石灰岩盤がいくつか見つかっている。その一つでは、アスパデリンカスの顎がランフォリンクスの翼と交差していた。そのランフォリンクスも、また陰頭部に、レプターレパデスと思われる小型の魚を保持していた。この WDCCSG255 と、 番号付けられた石板は2段階の補色を示している。一つはランフォリンクスによるもので、もう一つはアスパデリンカスによるものである。2012年の WDCCSG255 の記載において研究者はランフォリンクスは泳いでいる間にレプターレパデスを捕まえたばかりだったのではないかと考えた。レプターレパデスが陰頭を下っている間に 大型のアスパデリンカスが水中から攻撃し、そのまま鋭い口先がランフォリンクスの左翼の翼膜を貫いてしまった。口先の歯が翼膜の繊維質組織に絡まってしまい、魚がそれを解き放そうとのたうつ際にランフォリンクスの左翼は化石に見られるような後ろ側にねじれた位置に持って来られた。この出会いは両者の死という結果に終わった。 おそらくは2匹の動物はそのまま無酸素水槽に沈んでいき、魚の方は窒息死したのだろう。この2社はアスパーデリンカスの頭部がずっと軽い体を持つランフォリンクスのおもりとなって、そこに止め、一緒に保存されたのであろう。ラムフォリンクス SP、ヒューストン自然史博物館 R 県民儀の模式標本、タラースミュージアム、ハールレム R インテルメディウスとされていた標本。 尾翼がある。元は、アール・ロンジェコーダスとされていた、アール・ムアンステリの頭部の欠けたオス型模型。頭部はこの模型のために後から復元されたもの。オックスフォード・ユニバーシティ・ミュージアム・オブ・ナチュラル・ヒストリー、ランフォリンクス族には多くの種が名付けられたが、現在では多くの研究者がそれらは R.、アール・ムアンステリの年齢段階であると考えている。現在認められている。 ランフォリンクス標本は以下の新山異名のもとで発表された。ラムフォリンクスという学名は1977年に植物学者 LA ガライによって命名されたランの学名でもある。生物の命名規約においてはすでに植物に使用されたのと同じ学名が動物に使われることがあり、またその逆もある。ラムフォリンクスムアンステリの新山異名と考えられているもの。 ラムフォリンクスの疑わしい種。オドントリンカス・アキアリアタスは、現在すでに失われた、ある頭蓋骨と下顎をもとに記載された。この両額はおそらくは、下顎先端に2本の歯があり、上顎先端には歯がないという点で、それまでの種とは分けられる。頭蓋骨は6.5から7.0センチメートルであり、小型である。この標本を1936年に記載したストーリーは、 アール・ロンジェコーダスもまたこのオドントリンカス族の種として再分類されるべきだと論じた。カトベルンホーファーの両者ともこの説に異議を唱え、逆にオドントリンカス族がアール・ロンジェコーダスの新参異名とするべきだとした。ベネットは両者の評価に同意し、オドントリンカスとアール・ロンジェコーダスの両方をアール・ムアンステリの異名とした。ありがとうございます。